おはようございます。2013年7月29日月曜日、6時5分になりましたと言いながら8分になっちゃいました。おはようございます。なんかまた暑い中、その局所的に集中豪雨になるというのがね、繰り返してて、今度は山口とか島根の山陰地方の方が強烈な雨で、国道やら、列車、山陰線とかね、すごいことに、山陰線かな、なんかすごいことになってますよね。道路が流されたり、鉄橋が流されたりとか、もう気象庁も、もうとにかく命の危険を最優先、命を守ることを最優先に考えてくださいという、もう今までなかった警報が出てます。そんな感じの、日本列島なんかもうね、そうなってくると、その治水とか、その都市計画とか、そんなものが根本というか根底からもひっくり返る状態になっていて、想定外とかそんなところの騒ぎじゃないというね、どういうことなんでしょうかね、もうこうなってくると。それはさておき、今日は日経 IT プロから見ていきたいと思います。ちょっとね、前々から言ってたんですけども、こういう記事が出てました。悪質なアプリが徴用、Android の構造的リスクということで、ですね、まあ要は前から Android ってやばいよっていう話をしてたんですけども、ここにしっかりと書かれてましたね。で、まずその特にここではAndroid のことがいろいろ書いてあるんですけど、リスクが大きいよっていうので、で一番目にね、こう出てくるのは Google Play ですよね。その公式アプリの Google Play のまず審査が甘いっていうのが一つ目と、で二つ目は Google Play 以外からでもインストールできてしまうというのがあって、でそれによってこうウイルス性のというか、まあ、悪質な詐欺のアプリをインストールしてしまうことがあると、ね、メールとかでリンクが来てそこをクリックしちゃうと、インストールされてしまうというようなことがあるとかですね。あとはその私が一番これを気にしてるんですけども、設計思想としてその Google の Android っていうのが管理者権限モードみたいなのがないんですね。全部が一般ユーザー権限で、どういうことかというと、ちょっとこっちに実はこれをさっき書いてて遅くなっちゃったんですけれども、見えますかね。要はここの一番下に青い OS っていう、ここはまあ Android なんですけども、普通それを使うその管理者モードっていうのがね、パソコンなんかではあると思うんですけど、要はソフトウェアインストールしたり、なんかいろんなパソコンの設定を変更するとかっていうのはこの管理者モードっていうのがあって、でその上にこう、まあ、アプリって書きましたけども、一般ユーザーのモードがあるんですね。まあ、これアプリって書くユーザーモードですね。ユーザーモードって書いた方がいいな。要はこっちがアプリを使うだけの、利用するだけのところですね。まあ、ファイルの読み書きとかはできるんだけど、そのパソコンの環境を変更するようなことは使えないというので、一般的にはアプリを使うだけだったらここで十分なんですね。でインストールしたりなんか設定を変えるのにこう管理者モードっていうのがあって、こういうその権限を変えるっていうのが普通こういうあるんですね。でただ、Android の場合はこの管理者モードっ
ていうのを作ってなくて、全部このユーザーモードで動くという形なんですね。で、たまにこう OS の方の変更が必要になれば、承認をもらってで OK ってやると、そこからこっちの一部の機能が使えるという形になるんです。ということはですね、セキュリティ会社がみんな困ってるんですけども、このユーザーモードでしか基本的には動けないということはですね、普通のパソコンの場合はこの管理者モードでセキュリティ、アプリケーションって動くので、それよりも権限の弱い普通のいろんなアプリを監視することができるんですね。だからこいつがなんか変な動きをしようとすると、こっちの管理者モードがより特権があるんで、使える機能とかいろいろ多いから、それでこう制御することができるんですね。見張っててこれがちょっとまずいぞっていうと、ここを止めたりすることができる。でも同じモードにいるとですね、ユーザーモードでしかセキュリティソフトが動かないとなると、他のアプリを監視するっていうのがなかなか難しいわけですよね。で、そっちの方が先に動いてしまうと、なかなかこう監視するっていうことができないわけですよね。要は例えば一般の会社で言うと、上司のハンコがないとですね、例えば出張に行けないというね、普通は大体そうですね。出張行くのに出張のその許可みたいなのがあって、その書類出して、ね、上司のハンコして、それで、それを持って他の例えば経理のとこ行って、そのチケットの、お金生産したりいろんなことをするわけですね。でところが、その上長のハンコがない、その出張届をするのに上長のハンコを必要としないと、自分のハンコを押してで、経理の方持ってったらそれで、費用が出るというようなことになっちゃうと、上司はその出張の止めようがないわけですよね。勝手にこう、部下が行っちゃうのをどうにも止められないというのと同じようにですね、この管理者モードで動けない、セキュリティソフトっていうのはどうにも他のものを監視しようがないわけですね。で、そういう状態にある Android OS の場合は、なかなかこのセキュリティ機能がうまく働きにくい、非常に大変なんですね。まあ、そういうところがあって、スマホを使うときには非常に注意をしないといけない。だから、いろんな悪質なアプリっていうのはなかなかこの状況の中ではなくならない。で、まあ、さっきも言ったように Google Play のその審査っていうのは極力 Google の方針として人手をかけないっていう方針を取ってるんで、プログラムで自動判定していくんですね。ところがそのプログラムなので、それを抜け道をこうね、うまくかいくぐってくる、やっぱり悪質なアプリとかが存在するので、被害が広がってからその対策をしていくということを繰り返しているので、なかなかね、そこはまあ難しいんじゃないかなというところがあります。まあ、こういうことがあるので、スマホをご利用の皆さん、ぜひですね、その辺はよく考えていただければなと思います。で、こういう話をすると Android だから危ないよねって、iPhone だったら大丈夫なんでしょっていうふうに言う人がいるんですけど、いや必ずしもそういうわけではないので、そこはですね、例えばこの前の、開発者サイト、 Apple の開発者サイトが乗っ取られたように、そのサーバー側の方がね、侵入されたりすると、それはそれでまたどえらいリスクを背負ってしまうので、そこからしかこうアプリが、ね、配布されていないっていうことが、というか、まあ、その権限がね、なかなかクリアになってないっていうところが難しいんじゃないかなって気がしますけど、さて、そんなところで、今日はこんな話をしてみました。今週でね、というか、あと今日明日明後日で7月も終わりになりますけれども、でまた天候本当に不安定なので、ちょっとにわかにかき曇りじゃないですけど、本当その空が暗くなったら、ちょっとね、歩いていくんじゃなくって、こう電車に乗るなりタクシーに乗るなり、ちょっとねそういうことを考えないと本当に危ない状況ですし、地下街とかね、都心部では本当その冠水したりするので気をつけないといけないです。ということで、まあ気をつけるって言ってもどう気をつけろっていうのもあるんですが、
くれぐれも天気予報とかね、こまめにチェックしましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。